発電所、イビビン株式会社は、岐阜県大垣市に本社を置く IC パッケージ、プリント基板などの電子関連製品、セラミックス製品などを扱う、岐阜県性能地区を代表する大手企業。当初は、電力事業を行う会社として、創業、時代とともに、電気化学事業、電気機器事業へと、事業分野を移してきた。一時期、電気鉄道を経営していたこともあった。 かつては、カーバイド、窒素肥料、メラミン樹脂、化粧板、建材等を生産していたため、当初上場時は、化学メーカーに分類されていたが、1994年、電気機器メーカーに変更された。トヨタグループ、特にトヨタ自動食器との関わりが深く、強法会の一員である。イビデンのプリント配線版イビデン株式会社社史、編集出編、参考文献。 ピアニッシモ QF。養老線は後に、三宮急行電鉄、関西急行鉄道を経て、近畿日本鉄道の路線となり、2007年10月からは、同年2月に設立された養老鉄道が経営している。横山ダム建設により運用終了、水没。川上発電所、広瀬発電所、東横山発電所は、自家用発電所で所有。 これらの発電所の電力は自社のみで使用していた、イビデン株式会社。1960年から1969年。2019年3月11日閲覧。2017年6月現在のウィキペディアのイビデン記事に記載されているロゴマークはこの時のもの。イビデン申告漏れ49億円海外市会社。めぐり、異議申し立て、産経新聞。 2010年7月1日、合併新会社、伊比県株式会社の事業開始について、伊比電株式会社、2016年4月9日閲覧、伊比川電機に関するカテゴリー、ありがとうございます。